ケンブリッジ公爵夫人キャサリン、1982年1月9日帯は、イギリス王室のケンブリッジ公、ウィリアム王子の配偶者。同王子との性婚に際し、同王子がケンブリッジ公爵に助任されたことにより、ケンブリッジ公爵夫人と称される。継承は殿下。ケイトは、キャサリンの愛称であるが、ウィリアムの恋人として、 メディアに取り上げられるまで家族や友人からケイトと呼ばれたことはなかった。1982年1月9日、バークシャー州レディングの王立バークシャー病院で生まれた。父のマイケル・フランシス・ミドルトンは英国航空においてディスパッチャーとして、母のキャロル・エリザベス・ミドルトンは客室乗務員として勤務していた際に二人は出会い。 バッキンガムシャーのドーニー教区協会で1980年6月21日に結婚した。マイケルの父はパイロット、その先は数代にわたってリーズの事務弁護士であり中流階級に属していた。母方の祖父母はそれぞれ公員と炭鉱夫の家系で労働者階級に属していた。そのためにウィリアムとの結婚では誇張気味に炭鉱から王室へ、 などと報じられた。おじは、IT リクルートメントの大富豪、ゲイリー・ゴールド・スミス英国航空を退職した、ミドルトン夫妻は1987年に、ガング、パーティー用品の通信販売会社、パーティー p ー,ーズを設立した。会社は、成功を収め、一家は、富豪となった。キャサリンの兄弟には、フィリッパ・シャーロット、ジェームズ・ウィリアム・ミドルトンがいる。 妹のピッパもキャサリンとの関係と彼女自身のライフスタイルへの関心からプレス報道を受けた。キャサリンはバークシャーで育ち、マールボロカレッジを卒業した後、セントアンドルーズ大学に入学した。大学で美術史の学位を取得後、ファッションブランドジグソーのアクセサリー部門のバイヤーをしていたが、2007年に写真家になるためにその職を辞めたと報じられた。 セントアンドルーズ大学で学友としてウィリアム王子と知り合う。大学内で開かれたファッションショーにモデルとして出演したキャサリンにウィリアムが一目惚れしルームメイトだったこともあり、親しく交際が始まった。在学中に他の友人も交えた共同生活で絆を深めた。長期間にわたり交際の噂はあったものの、二人の関係が大やけに、 なったのは2004年頃で、ウィンザーや毎年恒例のスキー旅行に、キャサリンが同行したことで、未来のプリンセスとして取り上げられた。2007年1月頃、イギリスのメディアが、キャサリンの誕生日の9日に、ウィリアムがプロポーズし婚約する、という報道を行った。この頃から報道合戦が加熱し、パパラッチが問題視され、報道規制がかけられる事態となった。 2007年4月14日、永代終始、サンは、ウィリアムとキャサリンの関係が突如破局したと報じた。理由に関しては定かではないが、BBC の王室担当記者は、二人の中は問題はないように思えたので驚きだと語り、王子は結婚はまだ早すぎると話していたが、王子の決断というよりは二人で合意したことだろうと指摘した。一部メディアは、 発局の一員として、パパラッチの問題や、中流階級であるキャサリンを呼び、キャサリンの母親の言動を挙げ、階級差を指摘し王室にふさわしくないと報じる、マスコミの存在を指摘している。英体収支、ニュースオブザワールドは、エリザベス女王が、急ぐべきでない。ダイアナ元大使妃の二の前になることを望んでいない。とウィリアムに対し忠告したと報じている。 2007年6月24日付の A 大衆誌メールオンサンデーがウィリアム王子との復縁を報じる。7月1日に行われたウィリアムとヘンリー王子主催のダイアナ妃の追悼コンサートに姿を見せた。すでに同棲しており2009年には結婚と伝えるメディアもあるが、公式には復縁の発表はなかった。2010年10月、二人は旅行先のケニアで婚約し、 11月16日、王室より正式に公表された。婚約指輪はダイアナ元妃のものであった。バッキンガム宮殿のバルコニーにて挙式は2011年4月29日にウェストミンスター寺院で行われ、YouTube でもライブ配信された。花嫁の付き添い人を務めたのは妹のピッパミドルトンである。結婚式当日は高級となり、夜にはバッキンガム宮殿で 祖母エリザベス女王主催のパーティーが開かれ、各国から王室関係者や著名人などが参加した。日本からも皇太子なる人新郎、同妃夫妻が出席する予定であったが、東日本大震災の影響によって、取り留めとなった。キャサリンが着用した、ウェディングドレスは、アレキサンダー・マック・イーンのサラ・バートンがデザインした。ティアラは、エリザベス女王が18歳の誕生日の時に、 七条寺六世から贈られたもので、1936年にカルティエがデザインしている。なお、結婚式で外旋した馬車は1902年製のもので、ウィリアム王子とキャサリン妃の結婚式以前では1981年に王子の両親であるチャールズ王太子とダイアナがこの馬車を使用した。その他のイギリス王室結婚式では1986年にもアンドルー王子と セイラもこの馬車を使用している。イギリス王室の多い継承権を保持する人物が一般家庭出身の女性を日にめとった例は1660年にジェームス2世と諸子から大奉還にまで出世したエドワード・ハイドの娘であるアン・ハイドとの結婚以来実に351年ぶりの出来事である。2012年12月3日、イギリス王室がキャサリンが解任したことを発表。 この一方には、デイビッド・キャメロン首相もツイッターで祝意を寄せた。2013年7月22日16時24分、キャサリンは、ロンドン市内のセントメアリー病院にて第一子となる、長男ジョージを出産。新王子は、祖父のチャールズ、父のウィリアムに次ぐイギリス国王継承第三位で、ある。2014年9月8日、ケンジントン宮殿より、キャサリンが、 第二子を解任中であることが発表された。2015年5月2日8時34分、セントメアリー病院にて、第二子となる長女を出産。長女には、プリンセスの称号と、殿下の継承が与えられ、5月4日には、シャーロット・エリザベス・ダイアナと命名された。結果、ハー・ロイヤル・ハイネス・プリンセス、シャーロット・オブ・ケンブリッジのように呼ばれることとなる。王位継承順位は、 ソフ・チャールズ王退し、父・ウィリアム王子、兄・ジョージ王子に次ぐ4位となる。2017年9月4日、第3子を解任したことが公表された。翌年2018年3月から産休に入り4月23日に、第3子となる男の子を出産した。同月27日、ルイ・アーサー・チャールズと命名された。称号の王子、継承の殿下と合わせて、 ルイアンサー・チャールズ・オブ・ケンブリッジ王子殿下。キャサリンは、結婚前から服装などのファッションが注目され、アイコン的な存在となった。同年代のヨーロッパ王室の王女、非であるスウェーデンのマデュレーン王女やモナコのシャルレーヌ・コーヒなどと共に、ファッション雑誌にしばしば取り上げられる。キャサリンの正式称号、継承は、ハー・ロイヤル・ハイネス・ザ・ダッチェス・オブ・ケンブリッジ、カウンテス・オブ・ストラザーン。 レディ・キャリク・ファーガスである。ミドルトン家、キャサリンの紋章2011年4月19日、結婚を控え、ミドルトン家の3人の子供に新たに紋章が付与された。青色のリボンは未婚の女性であることを示している。キャサリンの弟のジェームズは自分の子孫にこの紋章を継承することができる。結婚後はこの紋章とウィリアム王子の紋章を組み合わせた。 新たな紋章が作られ、キャサリンの紋章となった。ありがとうございます。